よしさん、おはようございます。パンドラおじさんのニューヤング TV 始まるよ。小西さん、小西さん、はい、今日はパンドラおじさんがやってくる日です。そうですね、月末だから超獣神祭ですもんね。そうなんです、はい、超獣神祭ですね。そうですね。小西さん、どうしたんですか、そんな。はい、なんか今日はね、はい、絶望くんが喋って始まればいいんじゃないかなんて、はい、愛なことを言ってしまったことをお詫びしたいと思います。小西さんがやれって言ったんだよね、はい、パンドーラパンドーラパンドーラおじさんパンドーラおじさんやってきた。パンおいおい、茶番やらしやがって。おい、もうそこそこ。今日は、うん、超獣神祭ガチャを引くんですか。そうだよ、超獣神祭のガチャを引くよ。今日は逆さになってる。君が肩からどいた瞬間にパンドラおじさんじゃなくなっちゃうからね。じゃあ肩に乗ってみるよ。肩に乗ってみるよ。パンドラおじさん、君がパンドラおじさんになるんだよ。顎がちょっと外れそうだ。さあ今日は、はい、超獣神祭の、そうですね、日なので、はい、パンドラが出るということで、小野坂さんもね、頑張って50個貯めたということなので、はい、頑張って貯めてきました。行きましょう。はい、行きますよ。ニャン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 チューバーニャン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 、頑張って引きます。さあ、小西くん、はい、早速ですが、拙速ですが、拙速に今日は、なんか新しいの、うん、出るんですか。今回はまあ超獣神祭ですので、うん、まあ限定のキャラクターですよね、うん、ルシファー、ガブリエル、あとマナちゃんね、うん、あ、マナ出るの。出ます出ます出ます。へー、ね、ノストラダムスちゃんとかね、うん、いっぱい出ますほら、はい、パンドラもいるのね。パンドラちゃん、パンドラちゃんいますよ、ここに、ほら、よし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 、おーしよし、はい、じゃあ引いてきます、うん、じゃあいきますよ。なんかやんなくていいの、ね、その引くための。いいです、いいです。モネちゃんのなんか舞とかしなくていいの。モネちゃんの舞、モネちゃんの舞、モネちゃんの舞、モネは、モネはあれ、画家のやつ。モネって画家のやつですね、うん、なんで早引くねん。なんでやねん。え、いや、僕がまずね、試しに引いてみて、どれぐらいなもんなのかっていうのをさ、うん、まずこう試す。おっ、まさか、まさか、まさか、いや、なんかもう本当にやりましょうかね、なんかやりましょうかね、やりましょうかね。うそ、こう引っ込むで、僕が怖いちゃうねん。小野坂さんの役を落としといた、まず俺がね、全部外れだったら小野坂さんのところに当たりがいきますよっていう。で、いつも小野坂さんが外れて俺が割と星5当たったりしてるじゃないですか。その逆です、今日は。反応せえ。何が出ました、いいの。ドクターアビド、ドクターアビド、ドクターアビド、性能はマッドドクターアビドになります。お、すげえ、マッド。アビリティなし。なし。アビリティなし。昔はそうなんですよ。あ、ロボット族なんだこの人。いや、砲撃型だから強いよ。砲撃型強いですよ。砲撃型。砲撃力アップするんですよ、この友情コンボの。砲撃型。わ、14ターンで、うん、超新機っていうのを。フレーター的に大ダメージ。進化前はちょっとまだ博士の感じが残ってる、うんうんうん、これからお前を実験材料にしてやろうか。それしかないストライクショット、うん、それしかないやろな。ストライクショット、クラエって言っちゃってるね。ドクターなのにストライクショットは診察権って、うん、いた、診察権とかけてんねや、ドクターやから。はぁ、ちょ待って、ちょ待って、うん、超新機、あ、超新機、超新機や。もう天才だな、妄想作ってる人たち。さあ、じゃあ行ってきましょうかね、小野坂さん。ガチャ来た、来ました。俺、そうやな、マナも強いですけどね。マナ強いんか。マナ強い、そんなに。マナ強いよ、ほんま。マナの進化めちゃめちゃ強いよ、小野坂さん。もちろんパンドラちゃん、普通に引いていいですか。パンドラ、パンドラ、パンドラよ、パンドラ、パンドラ、パン
ドラヤーあーいや確定来なかった、確定演出は来なかったけど絶対ほぼ止まると思うねん俺。なんやねんな、ねえ、だってもうヤディアやねえ、もうどれあんけおーおーんんいやええの出た。逆にもうここで出たら5出えへんのちゃう。もう女の子のキャラちゃうやんけ。ストライクストライクや、ストライクショットのストライクや、ストライク重心がします。うん、ゴッドストライク、ゴッドストライク、これ超強いっすよ。ゴッドストライクこれ、ね、ええー、のアルシャのこれノーム。ええの来たやん。これはこれなんか使えそうな気はしないでもない。我が部下の仇、我が部下の仇、おおおお我が部下の仇って言ってみね。小西くんがやるとなんか戦国武将みたいになっちゃうね。おおおおお我が殿の仇。ちょっと外国人っぽくやってよ。おおおおお我が部下の仇。じゃあどうやったらどうやった外人っぽくはどうやったらいいのこれ。わーわー怒りを思い知れば。 My power is you look go special。 なに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  My power is 何 My power is 何。俺がこう言ってちっちゃい声でやるときに、うん、ちゃんと内容を聞くな。自信ないんやったら断れ。大阪さん知ってました。何あと7個あるんですよ、オブ。シングルガチャ、いっちゃう？ストライク、あさあ、何出るやろ。頼む、頼む、なんか出てくれ。おぉイエーイ。お前すごいな。分かれへん。いや、雪舟なんか出るわけないやろ、単発で。めっちゃ可愛いでしょ、しかもキャラクターが。雪舟、女の子ですね。うん、これがめっちゃ強いんですよ。あ、こっちでいいの？進化で、うん、これ進化でいいです。これが宝来に適正なんです。うん、いいでしょ。だ今日はだからパンドラ出へんかったけどゴッドストライクと雪舟だから大勝利やで。ゴッド雪舟になります。ゴッド雪舟ですお前。俺のはいいよね。さあというわけでね、大阪さん、うん、今回はね超重心祭大勝利ということで、うん、これでちょっとやる気出たでしょう。出ました。今モンストは真珠の聖域っていうちょっと難しいコンテンツになってますから、はい、あれね、それが終わったら、うん、覇者の塔またやってきます。あ、よろしくお願いします。今回の覇者の塔はね、絶望感を開いて手入れて閉めとけ。これはすいません、はい、ということで今日は、うん、じゃあ絶望感閉めて。ということで今日は超重心祭を引いてみたよ。相変わらずパンドラおじさんはパンドラにありつけなかったね。でもなんだか強いキャラが2キャラ出たみたいだよ。ちょっとよくわかんないけどデスティニーチャイルドを やらなきゃいけない時間。終わります。明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。おまけです。さあ、ということでスタッフさんの、はい、あの突然携帯持ってきて僕の呪霊引いてくださいと。パンドラおじさんちゃうか、もうサングラスつけてんし。終わっとんねん、仕事は。一回なんか言えや。なんか言おうや。これは小西くん、うん、出たんちゃうかしら。いや、出ちゃうね。大阪さんは人の引く出すっていうねのがあるから、ね、あ、やばいか。そんな、お、出た。お、な、な、お、お、お、嘘。モルトス2体出る。あー、不要か。あれ、不要だっけ、これ不要。あ、シオンだ、シオンちゃん、シオンちゃんでした。かわいいね。かわいいじゃん。あ、じゃあシングル。あ、あ、あ、確定来てる、確定。すげえ。いや、確定来てるよ。すげえ。すげえよ。なになになに、まさや、すげえよ。おー、すげえ、7人いた。この子
この子年末に何回も見た。マナちゃん引いた。俺一体も持ってないのに何回も見てるこれ。いやすげえ、うん、おめでとうございました。マナー